ボリス・グリゴリエビッチ・ヒョードロフは、ロシアの政治家、企業家。学位は、経済学博士。エリツイン時代の急進改革派に属する、政治家で、副首相、大倉大臣、国税庁長官などを務めた。1958年2月13日モスクワに生まれる。1980年モスクワ財政学大学を卒業する。 1980年から1987年まで、ソビエト連邦中央銀行通貨経済総局に勤務する。1990年にイワン・シラーエフ首相の下ロシア連邦共和国増省に就任。500日計画作成にも携わる。1991年、欧州復興開発銀行勤務。同時に、ロシア大統領顧問に就任する。 1992年12月、ビクトル・チェルノムイル人内閣で副首相として入閣する。1993年3月から増床を兼務する。1993年12月、会員国家会議選挙にロシアの選択から立候補し、当選する。1994年1月副首相、増床を辞任する。会員では、院内会派。 ロシアの選択を離脱し、新たに12月12日同盟を結成し、議長となる。1995年政治ブロックとして新たに進め、ロシアを結成して代表となる。同年12月の会員選挙で再選される。会員では独立系の議員を急合して、院内会派、ロシアの地域を結成。 1996年大統領選挙に立候補したが、これは惨敗した。1998年5月に、セルゲイ・キリエンコ内閣が成立すると、ヒョードロフは国税庁長官に就任。同年8月には国税庁長官と副首相を兼務する。ヒョードロフは経済と財政、内外債務を担当し、 朝税を逃れがちなロシアの巨大企業に対して、朝税を強化する姿勢を打ち出した。しかし、ロシア財政危機によって、同年8月、キリエンコ内閣は、総辞職し、同年9月28日副首相、国税庁長官を解任された。2000年からガスプロム、統一エネルギーシステム並びにズベルバンクの取締役を務める。 2008年10月、出張先のロンドンで、脳卒中を起こし入院。治療が続けられていたが、その1ヶ月後の11月21日に、入院先のロンドンの病院で亡くなった。ボリス・フィオダーブ、50、DS、ディエス・ガイデット・リフォームズ・イン・ロシア、ニューヨーク・タイムス2017年6月23日、閲覧。ありがとうございます。